はいどうも、かつきんです。皆さん、写真撮影マンネリすることってありませんか？そういった時はちょっと思考を変えてみるのもおすすめです。前回のこちらの動画ではあえて暗めに撮影するメリットを紹介しましたけど、今回もちょっと変わった撮影を紹介します。今回はタイトルにもある通り、ブレを生かした撮影をしていこうと思います。カメラはシャッタースピードによってシャッターが開いている時間を変えることができます。シャッタースピードが速いと動いている被写体でもぶらさずピタッと写しやすいんですけど、カメラの中に光が入る時間が短いんで、暗い場所では明るく撮影しづらくなります。一方でシャッタースピードが遅いと暗い場所でも明るく写しやすいんですけど、シャッターが開いている間に動いたものはブレてしまいます。せっかく撮った写真がブレブレだと悲しくなりますよね。ただ今回はあえてシャッタースピードを遅くして、このブレっていうのを生かした撮影をしていこうと思います。ボケを生かした表現はこのチャンネルでもよく登場しますけど、ブレを生かした写真表現も結構面白いんで、今回は実際に撮影しながら紹介していこうと思います。夜の新宿に来ました。人通りも交通量も多いんで、ブレさせる要素がそこら中に散らばってます。まずはシャッタースピード4分の1秒くらいで撮っていきます。今回は APS-C 機の ZFC で撮っていきます。焦点距離 1.5 倍くらいの画角になりますね。ここには地下に続く階段がありますね。この曲線が面白いんで、ぐっと近づいてさらに動きが出るように上がってきた人をブレさせて撮ってみます。はいこちらの写真なんですけど、放射構成鉄の柵を入れて撮ってみました。奥に吸い込まれていきそうですね。放射構成柵の曲線を入れたことと通行人をブレさせたことで写真に動きを出せました。この写真は被写体ブレさせる撮影なんで、手ブレはしないようにしっかり構えて撮るのと、手ブレ補正がついたカメラやレンズを使うのがおすすめです。それではまた歩いていきましょう。ブレには手ブレと被写体ブレの2種類ありますけど、今回はそれぞれ撮っていきます。ヨドバシカメラ新宿西口店ですね。人気な写真スポットでもありますけど、ここでは思いっきり手ブレさせてみます。ヨドバシカメラの建物が三角構図になるように構えたら、シャッターボタンを押した直後に下を向くようにレンズを動かして撮ってみます。すんごい写真になりますね。アーティストになったかのような気分で撮ってたらテンション上がってきました。いろんなパターンで撮っていくと、どう撮るとどう映るのかが分かってくるのも面白いとこ。ライトアップされてる木の間からヨドバシカメラの文字が見える位置に移動したら、続いてはレンズを斜め上に動かして撮ってみます。はいこちらの写真なんですけど、日の丸構図でヨドバシカメラの文字を入れて撮ってみました。近未来っぽさがありますね。光の軌跡がなるべく文字に被らないようにブレさせたことで、どこを撮ってるのかが分かる写真になりました。思い通りにブレさせるのは結構難しいんで、何枚か撮った中からいい感じにブレた写真を選んでみてくださいね。それではまた歩いていきましょう。大通りに出てきました。交通量が多そうなんで、車も被写体になりそう。公衆電話がありますね。ここから覗くと反射して見えるんで、シンメトリー構図になるように構えたら、車が通るタイミングで撮ってみます。遊び心がある方はカメラを動かしながら夜のネオンをブレさせると、また違った楽しさを味わえます。どんな感じにブレるか予想できないのもこれまた面白いんですよね。光があるあたりをなんとなく撮ってみます。はいこちらの写真なんですけど、光があるあたりをなんとなく撮ってみました。いろんな色の鳥が飛んでるみたいですね。歩きながらシャッターを切ったことでたまたま V 字になってくれました。人が通るタイミングを取ったことで足早に歩く目まぐるしさも出したんじゃないかと思います。スローシャッターでカメラを動かしながら撮ると思いがけないユニークな写真も撮れるんで、ぜひ試してみてくださいね。それではまた歩いていきましょう。大きい交差点にやってきました。人も車もすごい。まずは邪魔にならない位置に移動します。ウェンディーズファーストキッチンの赤色が目立つんで、人と車と一緒に撮ってみます。ハイコちゃんの写真なんですけど、3分割構図の右上にウェンディーズファーストキッチンを入れて撮ってみました。赤毛のキャラクターが見守ってますね。スローシャッターで撮ったことで人も車もブレさせることができました。人の顔がはっきり映っちゃう場面でもスローシャッターで撮るとブレてくれるんでおすすめです。人混みも交通量も多い新宿ならではの写真になったんじゃないかと思います。それではまた歩いていきましょう。西口から南口の方まで歩いてきました。ここには標識がありますね。奥には歩道橋もあって絵になりそうなんで、ここで車が通るのを待ってみようと思います。バス来たー。スローシャッターで撮ると暗い場所でもノイズを抑えて明るく撮りやすいんですよね。さっきの歩道橋の真下に来ました。縦構図で構えたら橋の下を通る車を待ってみます。被写体ブレだけさせたいときは、いい被写体がいい位置に来るまで待つことも大事。バス来たー。ハイコちゃんの写真なんですけど、放射構図で歩道橋を入れて撮ってみました。スピード感出てますね。スローシャッターで撮ったことでブレをアクセントにすることができました。何気ない風景でも一部にブレを加えることで写真に動きを出すことができます。特にバスは大きいんでブレさせても存在感を出しやすいです。動く被写体があるときは動きをピタッと止めて撮るのもいいですけど、あえてブレさせるのも結構面白いんで、ぜひ試してみてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回はブレを生かした撮影表現を実際に撮影しながら紹介していったんですけど、これからももっといろいろ撮ってみたくなりました。いつも同じような写真ばっかで飽き飽きしてるって方は、この機会にスローシャッターの面白さを体感してみてはいかがでしょうか。今回は夜の撮影でしたけど、 ND フィルターっていうサングラスみたいなフィルターをつけると昼間でもスローシャッターで撮りやすくなるんで、試してみてくださいね。これからもおシャンポン楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時、カツキンのお散歩チャンネル。次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。